陸上自衛隊にもスナイパーはいる。その手に握るのは平成14年度から調達が始まった対人狙撃銃だ。射程約800メートルの手動ボルトアクション式で口径 7.62mm、 全長約 1092mm。 対人狙撃銃が導入されるまでは64式 7.62mm 小銃に照準メガネスコープを取り付けて使用していたが、各国の狙撃銃と比べて射程や命中精度が劣っていた。陸自の狙撃手は指揮官を守ることで指揮命令系統の乱れを避けることを主任務としている。ただ陸自は指揮官防護だけに専従するわけではないと説明する。有事の際は敵国の特殊部隊が日本国内に入り込み、自衛隊部隊や国民生活の混乱を引き起こす危険を想定しなければならない。北朝鮮は韓国など周辺諸国に挑発行為を続けており、日本にも特殊部隊を送り込んでくる事態が発生することも否定できない。急速にゲリラ攻撃への対処装備の必要が出てきたというわけだ。このため64式から89式への更新が進んだことを受け、米軍も使用するベーレミントン社製 M24 への切り替えを決めた。片当て部は可変式で狙撃手の体型に合わせることが可能。夜間でも敵を識別して射撃するための暗視装置も備え付けるほか、対人狙撃銃と同時に携帯偽装網ギリースーツも導入した。葉っぱを模したギリースーツを着込むことで敵から発見されない中での隠密活動を行いやすくする。オーストラリア陸軍が主催し、米国やアジア太平洋諸国欧州諸国が参加する射撃競技会アサムの狙撃銃競技では、陸自は平成25年に18チーム中11位と不甲斐ない結果に終わった。しかしその後出場自衛官の強化に取り組み、今年のアサムでは2位の中国軍チームを抑え、8木アナマト2等陸曹と小木健一1等陸曹のチームが初の総合1位を獲得した。アサムは単なる競技会ではなく、参加各国が他国のスナイパーの技量を見極める場ともなっている。防衛省内では自衛隊のスナイパーの能力を示すことによって日本国内でのゲリラ戦を行うことが難しいと思わせる抑止効果が働くと期待する声もある。